はい、どうも皆さんこんにちは、ミサです。本日はですね、95ヘルの攻略ということなんですけれども、まあ来ましたね、保全所本戦初日ということで、まあ95ヘルが出たわけですけれども、まあその中でもね、俺ちょっとやっててすげえ思ったのが、あれベリアル強いんじゃないと。メイン石、サブ石ベリアルですね。がなんか割とぶっ刺さってた気がしたんで、まあちょっと今回はまあなんだろうね、ベリアル持ってないよっていう方も多いと思うんだけど、まあちょっとフレイして拾うなりなんなりしてみてもいいんじゃないかっていうふうに思うぐらい、まあちょっとベリアルの可能性感じたんで、ちょっと今回はそれを紹介していきたいなと思ってます。でまあ僕が今これ使ってるフルオート遠征なんだけど、まあ大体2分ちょいぐらいですね。大体2分ちょいぐらいです。うん。で、まあ、編成、今回の武器編成は正直ちょっと真似できる感じじゃないんですけど、まあ、オリビエ、オーキス、プレデター、まあ、これがかなり多いですね。他の方もすごい多いんだけど、タイムが出てる、結果が出てる方は、このオリビエ、オーキス、プレデターがすごい多かった印象です。オーキスがね、予想以上にぶっ刺さってくれて、これ強いなっていうような感じですかね。サブメンバー、僕はニーヤ、シスっていうような感じだな。まあ、他にも色々パティーンがありますね。で、武器編成はこんな感じにしてます、僕は。まあ、方天画撃、フォール2本みたいな。まあこれは参考にならないですね。まあ一応一例ということで。ただね、タイムそこまで変わらん。正直。法典だろうが法典じゃなかろうが、タイムね、そんなに変わんない気しますね。うん。多分、ある程度そこそこの装備揃ってるよっていう人だったら、2分半ぐらいは出せる気がする。そう。この、法典画撃と、この拳だよね。これは虚空の紹介か。この二つの武器を、まあ、それぞれと調整して、まあ、メインジョブ文句なんだけど、まあ、メインジョブを文句以外にしてもいいし、なんか意外とね、2分半ぐらいであれば実用というか、手が届く人が多いんじゃないかなって、個人的には思いましたね。うん。で、召喚石はこんな感じにしよう。はい。まあまあまあ。ノーコメントで。いや、ベリアルメインで使ってるから、サブベリアル生きるなと思って、ちょっと持ってきちゃいました。はい。まあ、試してみましょう。ということで、早速行ってみます。まあ、どんな感じなのか見ていくんですけど、今回の 95Hz で何が刺さるかっていうと、ですね、敵の特殊行動が多段ないんですよね。ないよね。敵の特殊行動が通常系ドカーンみたいな、単発大ダメドカーンみたいなのが多いから、ベリアルでそれを1万5000、あ、違うわ、最大ダメージを5000まで落とし込むっていうことができると、火力がね、全然違うんですよ。そう。火力の高さがね、全然違ってて、あ、違うわ。火力の抑える部分が全然違ってて、これ多分ね、片面セレマグでこそ生きる編成かもしれん。そう、片面セレマグ、フレベリアルみたいな形だったら、まあ、剣士とかいらないんだよね。そう、剣士とかなしで、もう純粋にこう、パワーオブザパンチャーで、まあ、こんな感じで削るじゃないですか。で、まあ、なんだっけ、宵闇の恐怖が、まあ、このターンまであって、次ターンに 50% に突入できるんですけど、突入できないね。まあまあまあ、ちょっと置いといて、ちょっと特殊技受けてみようか、このまんま。これで特殊技、あ、ちなみに奥義オフね。奥義オフで、このまんま通常攻撃、特殊技受けます、ビフレスト受けるじゃん。これがね、5000に抑えられるんで、これなんか1万ちょいは食らうよね、普通の場合。普通の場合1万ちょいは食らうんだけど、これが5000ちょいに抑えられる。で、自分の HP も2万までしか、ないじゃないですか。そう、自分の HP も2万までしかないような状態になってるから、あれなのね。そんなに HP を稼ぐ必要がなく、ただ攻撃力が上がりますよっていうような編成を組んでおくだけで、まあ、この形に持っていけるっていうのが、まあ、すごい魅力ですね。うん、25% の特殊技がすげえ痛いんですけど、まあ、25% の特殊技で裂傷食らうじゃないですか。で、まあ、そこからちょっとこうバタバタ落ちていく。今回奥義温存してるんだけど、奥義オンにするともっと余裕です。奥義オンにしたらめちゃくちゃ余裕。まあ、速度狙うんだったら奥義オフフルオートになるかなっていうような感じなんだけど、奥義オンにしておくと、あ、違うわ。奥義オンにしておくと、かなりパーティー面の安全度が増すっていうような感じかな。うん。あー、惜しい。これで倒したら激アツだったのに。え、待って、これフェリーの1、2アビ上がる？もしかして、あー、上がるね。あー、タイムがかさんじゃうよー。
ということで、こんな感じでフルオートで倒せるって感じですね。まあ今見てもらったように特殊技が最大ダメージ5000で抑えられるから HP を稼ぐ必要がないっていうのがすごいメリット。今ので2分半ですね。まあ他のやつフルオート2分半、2分13秒、2分49秒。ちょっとなんかね、実験的な編成が増えててあれだったんだけど、だいたい2分10秒で安定してたような感じですね。なんか2分10秒でそこそこいいかなと思ってたんだけど、まぁ、ちょっとある程度安心したからいろんな編成試すかと思って、2分17、2分44。まぁ、何せよ半ぐらいにはなるかなっていうような感じですね。うん、まあちょっとこんな感じの編成なんですけれども、まあ皆様も、ちょっとフレベリアルですね。まあ試してみてはいかがでしょうかっていうような感じな。なんかただね、最速はね、最速を見てみると、ちょっとフルオートの話、最速技巧確定軸っぽいんだよな。だからまあ両面ハデスがなんか一応クソ速そうなイメージがある。一番速そうなのは両面ハデスで、で、あとバブエルマンデブ一本とか突っ込んだ形の、まあハイランダーより技巧ほぼ確定パみたいな、まあそんな感じのがすげえ評価高そうな印象だったね。ただまあこっちのベリアルは安定感というか装備が多少なくても、あの HP 面の確保とかもいらないし、安定するというところから僕はおすすめしたいなというふうに思いました。うん、まあマグナ編成とかだったら多分生きると思うんで、ぜひとも、ちょっと気になった方は触ってみてはいかがでしょうかということで、今回は、こちらのフレベリアルお試ししてみたでございました。参考、あ、違うわ、メインシベリアル、ちょっと強かったよということで、紹介動画でございました。皆さんの参考になれば幸いでございます。それじゃ、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。